いやあのーまあ、一般的にねあの、デフレからインフレっていう話で簡単にくられてしまうんですけど、うんうん、僕もこの30年間、まあ、ずっとそのこうすれば良くなる、あるいはいろんないい解消、まあ、テレビの特集で取り上げることによって、 ま個別の会社をフューチャーするっていうよりもその中のエッセンスを学んでそれよりよくしてこうよっていうこういう発信をずっとしてきたわけですねでその中ではまあ一方では悲感を感じてるわけですよでもようやくそのデフランの時代が終わるっていうのは。 物の値段が上が上り始めるってこれがどれほど大変だったかというその円安運々で輸入物価ていうそれを全部取っ払っても上がるだけでもこれがようやくスタートなんだよっていう言い分が僕にあるわ、OK、けですよ。で見ていてい ユニクロの柳井さんというのは本当に優秀な方だなと僕は認識してましてデフレの扉を開いたのは柳井さんですね。めちゃくちゃ安いフリースをなんかもう当時の3分の1か4分の1でもう売り始めてそこからもうデフレが加速していったわけですよ。でももうこの数年しっかりあの価格を上げてきてるともう完全に彼は。 世の中の数勢を見ながら経営をしてるっていう点でも、うん、まあこれからよくなるっていう、うん、まあよくなるってまあなかなかあの受け取りがたい人も多い,多いと思うんですけどもでもそこで非常に、えー、僕は非常に面白いなと思ったのは圭、うん、さんが30年主義説という話をされてましてね。 まあ、マーケットに変わる人間というのはそういう周期っていうのを結構大事に考えるっていう意味も当然あるんだと思うんですけどもこの30年周期ずつを今のお話っていうのは当然変わってくるわけですうそすね。 まあ一つの宇宙の,その鉄則があるとすればそれが一つと思ってるんですあのやっぱりこう何でもこう光でもこう周期性もあればえ進化もそうだしで歴史もそうあると私は思っていてでまあコモンズィーファンドっていうのをコモンズ投資に立ち上げた時には30っていうのは実はあのえっと1世代の長期投資っていう意味で。 3800ぐらいの上場会社の中から30社に源泉投資しましょうというところで始まったんですねですから15年ぐらい前にこの3030 30年30年とかいうとこを考えた時に気づいたのが、えーまあまあ、1990年があのバブルのピークと大体考えた時に1961年までなのであそれがこう日本が繁栄したジャパンアスナンバーワンといわれた30年がそこにあったなとじゃその前の30年どう,う時代かなと思った時にそれは戦争でしたと。 1930年から大体60年ぐらい考えるとそうするとその時代っていうのはそれまった常識が破壊された時代で、えー、まあ大勢の方々の悲劇そしてあの多大な被害があった二度と繰り返してならない、えー、悲しい時代でしたが、うん、その破壊っていうのはつまり今の言葉ではグレートリセットなので、うんうん、そのグレートリセットがあったから次の時代が として繁栄できたっていう因果関係があるのかなと,ちょっと思ったんです、うん、じゃその前の30年同時だかなと思った時に、まあ、1900年から1930年で考えた時に日露戦争が冒頭にあって、うん、でそれはあの当時後進国だった日本が当時の先進国に追いついたよということを世界に示すと大きな出来事でしたし、まあ、さっきお話ししたように大正時代あの時代っていうのは おそらくそれまで日本の歴史においてあの日本人の一般市民が最も豊かな日常生活を送れていた繁栄の時代って言えるんじゃないかなと、うん、その前の30年は維新であってで維新はその前に続くまあ 前に続いていた、えー、あの江戸時代270年ぐらい前でそこから我が知っている経済社会の基盤が生まれてきたということを考えると、まあ、とてもあの乱暴で大ざっぱなんですけれども、えーまあ、ざ,ざっくりしたイメージ的には、えー、日本というのは明治維新以降30年の破壊があってでそれをて次の30年反映するんですね。 繁栄はいいことなんですけど人間の心って弱いですからおごりとか傲慢が生じてだから次の時代破壊の時代招いてしまったかもしれないで戦争によってそのまたリセットされて次の時代が繁栄しますとでやはりあのバブルのピークの頃あの私20代後半になってましたけども、えー、いやもう我々もアメリカとかヨーロッパとか学校と何もないよねみたいな人いてかなり傲慢おごりがあった時代だったじゃないですか。えー で気が付いたら1990年以降我々失って10年に入ったって聞かされ20年ってなって嘆きがあって、えー、30年という無力感がついたんですけどもだけどそのリズム感がついてるってことを考えると、うん、もしかしたら破壊された時代だと失った時代ではなくてっていうのを、えー、今からそうですね10年15年ぐらい前思ってたんです。だから、私はは年というのはとても、えー こう日本にとって大きなあの時代の節目になるんじゃないのかなということは、えー、あのコモンズ投資のセミナーでも10年ちょっとぐらい前からずっと言い続けてきた<ー>ものであって。 でそしたら2020年に何が起ことかったかというとコロナが起こりいろんな常識が変わりましたとウクライナの侵攻ガザとかいろんなものがガラガラ今破壊されている感じがするので、えー、そしてやはりこう2020年で何を注目したかというと,ちょっと人口動態なんですねですから日本というのは日本の,その反映したモデルというのは人口ボーナスの人口ピラミッドでそれが昭和型モデルだと思うんです。はい <laughs> で平成に入っていたときにそのまああのピラミッドも崩れていて段階の世代段階ジュニアというこの氷炭型した社会が30年後の後にスっとこうスライしたわけですね。ということでまだ前の時代の成功体験が染み付いている人たちがここでいるわけですよ。うんうん、でそれが2020年以降見ると一気にこう逆ピラミッドになるんですよね。うん、と見ると日本の未来がダメだっていう人もいっしゃいます。でもちろんあのあの いろいろんな課題があることはもちろんだと思うんですけども要はやっとやっと日本はあ昭和時代終わったんだねっていうことに気づきでそして、えー、ダメだよねって言ってる人たちはそれは昭和時代に気づいたいろんなあの政策も含めビジネスモデルも含めいろんな意味の成功体験を一直線で見,らみ見てるかと思うんですよ。だからこれからあのこう逆ピラミッドの時にじゃあどのようなところをきちんとこう取り組めばこれからあの 多分量,の量があの高まるような繁栄モデルじゃないと思うんですね、うん、大量生産大量消費のだけど質とか豊かさとか違う定義がある豊かさって十分ありえるんじゃないかと思ってまして、はい、で特に今の若手世代っていうのはデジタルネイティブっていうのは数が少ないんですけども少なくともテクノロジーは開発してるのはもうつながってる時代しか知らないので。うんうん とということは世界を見ると彼たちは人口が少ないところで、ね、一番人口が多いところであってでそしてで世界とつながってるってことは彼たちはマイノリティじゃなくてマジョリティなんですよだから新しい時代の価値観で新しいその成功体験新しい時代のために可能性はそこにあると思うんですけど課題はあってそれはこの頭の中にスイッチだと思ってるんですよね <laughs> さっきの話とした主体性も含めあ自分たちがこう動くことにこういうふうに変わるんだと。 というところですよ、ね、や今のお話を伺っていてやっぱりあの幸福感の違いというかやっぱりあの小の世代って勝手にその時代としての成功体験によってだからこれから人口減少の中で、まあ、成長なり、まあ、幸福な。 時代を築くのはできないという勝手に思い込んでるのは昭和世代で、うんうん、その人たちがこれからさらに不幸になると懸念していてでも若い人はそんな、まあ、言ってみれば給料が上がったことも経験がないし金利が上がっていくことも経験がないしもう知らないことばかりなのでですね 白紙なわけでそこをどうやってその単に GDP が増えていくっていうことではなくてみんなが幸せになっていくっていうこのイメージをしっかり作っていかれるかっていうことが、うん、非常に大切だと思ってましてその時にやっぱり「そのロンゴドスロバンの渋沢栄一さんが「 来月お札になるってうまあ非常にこれは象徴的なタイミングだと思うんですけどそこはどうですか <laughs> えーと実はあのニ,ュースそのニュースが数年前に出た時にメッセンジャーかなんかで,おで「かでおめでとうございます」けど何の話かなと思ったら次々と言わおめでとうございます」何もやってないんだけどなと思ったんですけど。であの ででまあ、決まりまりした実はその一万円札っていうのは実はあの渋沢市のマリコ郷の,の,の埼玉県の深谷の地元の方々もずっとそれを一万円札がダメだったら十万円札でどうですかみたいな活動をずっとやってた方がいらっしゃったんですけどですあのでだでで別にあのあの渋沢資料館とかそれが押、えー、してたわけでも何でもなくですねだから決まりましたと。 でだけど、私、セレクションを見たときになかなか素敵なメッセージだと思ったのはあの組み合わせでで見たんですねあのサイエンス、そして女性の活躍<い>そしてビジネス、ええええ、合わせるとサスティナビリティのメッセージだと、えー、ちょうど令和という新しい時代が始まったタイミングでこれ、なんかすごく誰かが考えたんじゃないのと思って審議会みたいなのがあったと思ってあの財務省に聞いてみたら、えー、いや、 大臣家 <laughs> とか行って麻生さんってすごい何かセンスある人だなと思ってちょっと<ー>まあもちろん多分事務局でダイヤ持ってってこれこれこれっておっしゃったと思うんですけどもれすごい意外な感じですけど、はい、<laughs> ですからあの麻生さんのおかげでなりました <laughs> なるほどまああのまあいい悪いは別にして役人の発想ではないですね。うん 結果サステナビリティという今の時代感を反映させるっていうような発想はやっぱり官僚のそのたまたまの組み合わせかもしれませんけど、まあ、私のただの何 <laughs> ですか解釈が表れすぎかもしれませんけどだけどな,んかなかなかとてもいいあのダイバーシティがある、えー、あのどっかの偉い政治家とか何とかであるとかあのだけではなくてですね うん、なかなか大,大事なメッセージだなと電話,電話という新しい時代が始まったうんいいメッセージだと私は受け取りましたけども、まあ、今回の帝国ホテルの定安社長のご紹介だったんですけど帝国ホテルで渋沢一地っというのをやりましたね。ええ、でそれから まあ、NHK の大河ドラマーの「青田をつけ」でしたっけそういうなんかインプレッシブなイベントが続いてでこの「一面札」というものが登場すると、えー、それで本当に今はサステナビリティとか、まあ、そういう価値観が対応性るとかっていうようなも、えー、あるいは本当に論語と相ばそのものの価値っていうものが。 まあ、税制度がっちりするっていう、うん、このタイミングが来た時にあと今後渋沢健さんとしてその活動っていうのはどんなふうにさらに発展させてできるのか継続していくのか <laughs> それはは何かイメージはありますかえと私、まあ、あのそういうい意味では、えーまあ、ずっとそのそ、まあ アメリカ育ち日本に帰ってきた斜めの日本,日本人からすると私の,その今までずっと持ってきたあの課題というのはあのもったいないなっていうのはすごくあってそれはあの日本が元気のある時代でも日本人っていうのはあのエコノミックアニマルって言われてましたからそしてその失われて30年の中ではなんかこう何もできない日本人みたいな感じで。 でその中でだけど、マクロで見るとその通りの数字しか見えないんですけどでその失われた30年の中身見てもミクロで見ると、まあ、いろんな会社いろんな社長いろんなところを取材するともうキラリと光ってるところがたくさんあるわけじゃないですか、えー、だから、でだからミクロで見ると日本ってめちゃくちゃ面白いところなんでそれがこう,あのあのうまくそれが。 理解してててもらえないいのかっっうところがあってですからそういう意味ではあの,あの僕があのやはりあの自分の成り立ち考えるとあの外国サーチ自分の成り立ち考えるともっとなんか日本の良さをあの外国にしてほしいなと思ってて良さっていうのはもちろん、ね、今、まあ、インバウンドものすごいので、はい、そういうことを理解している方たくさんいらっしゃるのはわかるんですけどももっとこう日本のこの価値観があのこれからの世の中の、えー サステイネブルな世の中にも、あの貢献できるって、もうあるんじゃないかと思うんです。例えば、今、ESG という概念が、アメリカでは、あの違法になっている州があるんですよね。 そうなんですか、うん、でそれはああのまあ、すごく政治的な、うん、あの共和党、まあ、民主党のあるんですけど、えー、ままあ、だけどそれっていうのはこん根底の時に怒りがあるからと思うんですよね。ということは E と S と G で S が取り残されたって私イメージ持ってまして、えー、でそうすると取り残された人たちに怒りがあるのでで,ですから S をいかにまた <laughs> e, と e と S と G と同じレベル持っていかなきゃいけないなと思うとかもありでその中では。あの 私があの今取り組んでいるところの一つはあのあのトゥルプルアイフグローバルヘルスっていう活動がありまして、うん、これはあの、えー、この前の広島サミットで G7 の首脳宣言であのめあの、えー、承認されたものがあって。そこに 2、3行産業入れるのが私のミッションと思ったら <laughs> その後事務局からいやいやこれローンチしなきゃいけないんですよ渋沢さんって言われて今,今そのあの3人の共同議長あのアメリカ人の方とナイリジェリンの女性と私で,すあので事務局がついてでこのグローバルヘルスっていうのはあの世界の,その、えーまあ、途上国グローバルサウスと言われている方々にもきちんと医療のアクセスがあるようにっていうことですね。日本で言えば、 保険今 UHC= ユニバーサルヘルスカバレッジ健康っていうのは我々当たり前と思ってるかもしれませんけど失ったときには結構大変ですし健康であるからこそあのその後であとで社会の範囲があるわけなのでそうするとグローバルサウスはこれから人口が増えますと。 でただ人口がいいということではなくてそこでちゃんときちんと人が働いていて健康であることってこれがこれによって初めて経済社会というのはそこで反映するわけですよね。日本というのは実はその人的資本のによって実はあの、えー、あの反映したというあのあの実績が明治維新の時もありましたし戦後の時もあるんですよね。 基本的に人のキャパシティによって、あの反映したっていうのがあるわけじゃないですか。うちに資源があったわけでもないので、はい、で、あの。 そういうい意味ではその人のところにこうあの中心を置いていって日本の,この活動というのは例えばアフリカでいきますとジャイカがありますよね、はい、で日本であまりカイダスの活動というのはあのまあ開発系の人たちみんな JICA のことをしてますしまあアフリカで見るとトヨタの次のブランドが JICA ぐらいしてるんですけども、うんうん、だけどカイダス何やったかというとあのあのまあ橋とかそういうみなみな港とかそういうところを。 もうやってるブームの開発もありますけども JICA の活動って基本的に人なんですよね。本当に過疎地のところに行ってその人たちの,そのまさにキャパシティビルディングをやっていてうでこれがこうなんかこう日本のその一つのこう世界にオファーできる一つの価値観なんじゃないかなと思っていてそしてその開発の考え方もちょっとこう変わりつつあって。ああ ただ支援ではなくて開発のお金を使ってワイズスペンディングってことはさっき使われないんですけど要するに触媒としてでそれによって、えー、民間の,あの出資投資を、うん、促す、まあ、そういうところに、まあ、何かできる役割があればいいなと思っててですね。あのあの ちちょょっっととなんかちょっとぐちゃぐちゃ話しちゃいましたけどやりたいことがたくさんあって表現できなないいかもしれないですけどいや非常によくわかりました、えー、ですからもっとこう日本が世界においてあのなんか、うん、あち,ちゃんとや,や,やって世界のためにいろんなことやってくれてるんだよねというのがそういうポテンシャルがあるしやってることもたくさんあるんですけどももっとそれがあの、うん、だから。 もうあ,ある意味その国日本日本の一人日本人の一人一人の存在をこう世界にこう知てほしいなというのが僕の野望ですけど。なるほど。もうぜひあのその野望を達成してほしいし、<laughs> はい、あのバックもしますね。はい。はい。ありがとうございます。じゃあ今日はこの辺で。はい、すみません。あ,あ,りありがとうございました。